香港自治法案は6月25日、米議会上院で最初に可決され、7月1日に会員が内容を一部修正し可決した。上院は2日、会員で修正された法案を審議し、全会一致で可決した。同法案が成立すれば、香港の高度な自治の基盤である中英共同声明及び香港基本法を違反したと認められた場合、 それに関わった個人と企業を制裁対象にすることができる。米国務省は6月26日、香港の高度な自治と人権を侵害する現任と前任の中共幹部にビザの発給を制限すると発表した。制限対象はその家族も含まれる可能性がある。香港自治法案は中共幹部と中共関連機構をブラックリストに追加するほか、 企業業と金融業を制裁できるる。ようになっている香港自治法案の発案者の一人であるメリーランド州の民主党であるクリス・バン・ホーレン上院議員はブラックリストに追加された中共幹部や関連機構と取引する銀行も制裁を受けることになると説明した米メディアの報道によると米政府関係者が最初の制裁対象者は10人を超えないと言っているという 香港民主派団体民間外交網絡の代表、張昆陽氏はラジオフリーアジアのインタビューでかつて国安法を支持した HSBC 銀行が最初の制裁対象になるだろうと予想した。2019年11月、HSBC 銀行は逃亡犯条例の抗議デモ中に抗議者側を支援していた成果同盟の銀行口座を閉鎖した。2019年12月、 香港警察は闇ルートで送金をした疑いがあるとして、聖火同盟の関係者4人を逮捕し、同時に個人の口座を凍結した。その金額は約7000万香港ドルに上る。HSBC 銀行は、同組織の銀行口座の閉鎖と、同組織員の逮捕とは無関係であると表明した。調子は、同銀行は聖火同盟事件にしても、国安法への指示にしても、 中英共同声明及び一国二制度の破壊に深く関与し、外国からは厳しい目を向けられていると指摘した。